ベストメンバーは日本の競争馬。デビューは9月28日の阪神の芝1800メートルを2番人気だったが直線抜け出してデビューを飾った。11月の京都2歳ステークスに出走も4着に敗れる。1月の中山の500万下の冠畜賞に出走。2番人気だったが最後差し切って2勝目を挙げた。 この後、キセラギ賞は4着となる。そして、サツキ賞トライアルの若葉ステークスに出走し、勝利して、サツキ賞の優先出走権を獲得した。しかし、サツキ賞は5着となる4着までに与えられる、日本ダービーへの優先出走権は取れなかった。陣営は、ダービートライアルの青葉賞、プリンシパルステークスを使わず賞金面での権利を取る、ために、京都新聞杯へ出走。 メンバー中殺気象最上位だったこともあり一番人気だったが、ここは人気に応えて、重傷初制覇し、ダービーへの出走を確実にした。しかしその後両頭骨炎異端骨折が見つかり、ダービーへの出走はかなわず3歳シーズンを終えた。復帰初戦は日経新春杯。後位につけたものの直線で失速し、7着に敗れた。休養を挟み、9月11日の朝日、 チャレンジカップでは、中段から追い上げるも人気通りの4着だった。続く、京都大賞店では、行位の意を追走するも、直線で伸びず2戦連続の4着に敗れた。2011年10月26日付で、競争馬登録を抹消され引退、茨城県稲敷郡の大滝馬事園で乗馬となる。ありがとうございます。